結果としてですけれども、やっぱり36名の方が亡くなってしまったっていうのは経営者としては非常に重たくは受け止めてるんですね。長年共にやってきた人たちがああいう中で亡くなってしまったことに対してはご家族に対しても大変申し訳なく思いますし、ましてや一瞬のことでそこで命を落とされたスタッフに対しては大変申し訳なく思っているという状況です。やっぱり1年2年3年4年っていう月日の経過のともにその感情が薄れるとか忘れるということは決してないと思うんですね。でこれからどうやって忘れないためにしていくのかということは一生懸命考えていきますけど、それはもう今いる社員はやっぱりその忘れることができないっていう状況で、毎年追悼っていうのは執り行わせていただく予定はしております。